触れないですよ、なもの怒られますからね。いや本当これ問題ですよ、一歩間違ったら。勝手に薬をね、まあ友人とか道行く人に提供するってのは怒られますよ。それをやっぱり困ってる人には、あと特に私なんか旅の旅行用の医療保険みたいな入ってないんで、中見るかどうかで悩むところではあるんですけどね。一番気になるのこの建物なんですよ。多分これとかはさっき見てきたところと大差ないと思うんですけれども、あ、一回だけちょっと見てみますか。時間もちょっとね差し迫ってきてるので、おそらくは商店ですよね。一階がね、こんな感じで。こんな感じですよ。ね。で、ちゃんと駐車スペースがあって、2階、3階が一応住居みたいな形だと思うんですけども、ここも商店ですね。まあ、アリゾナってちょっと田舎なんで、大体こう1階部分で商いをして、で、2階3階で生活するっていうのが、一時流行ったんでしょうね、きっと。ね、ここもこんな似た感じで、おそらくは施工業者は同じですね。で、ここの、宣伝方法もおそらく一緒だったと思うんですよ。こう、商いをして、2階3階で生活してみませんかみたいなね。こんな感じです。あ、ここちょっと手狭なんですね。ちょっと安めの。覗いてみましょうか。ビール好きなんですよね。あ、こうなってるんだ。あ、こう区切られてる方が俺は好きかな、こうやって。あ、ここいいですね。あ、ちゃんと屋上に出る道もあって、道というかはしごもあって、あ、俺ここ気に入った。今晩ここに泊まりましょう。いいですね、これお気に入り。まあ、こことあとここと紫のところはだいたいね、似たような作りの商店になってます。1階がで、気になるのはここですよ。大きいんですよ、この建物。何でしょうかね。お邪魔しますよ。あ、広い。ここがおそらくこの地域で一番の商店なのかな。地域、いや、この地区ですね。ビールもたくさん置いてあって。しかもね、こんな感じで覗きに来るぐらいなんで。あ、あとほら、ここも万引き犯を説教するブースが、特設ブースが作られてます。でかいですもんね、ここ。あ、おお、でかい。へえ。レンガ作りで。おしゃれだな。これなんだろう、バーかな。ああ、そうかもしんないな。ここにお酒とか置いて、バーカウンターみたいなのを作ったんですね。お金あったんだな、この家。トイレがこういう風にあって。寝室ですね。あ、ほら。ほら、やっぱり。椅子が並んであるから。キッチンこっちだからね。食事するんだったらここだし。ああ、バーカウンターか。金があったんだな、やっぱこの家は。豪商ですね。
商売の才覚があったんだな。あ、この方ですかね、店主さん。ちょっとお世話になりますね。いいですね。地域一番、この地区一番のお店みたいですね、ここが。ただ個人的には、あっちにあったこのちっちゃい建物が気に入りました。デザイン的にね、内装がいいかな。あ、中の生活が覗けますね、ここから。じゃあ降りますか。いや、長かったようで、いざ最終日を迎えると短かったようにも思えますね。ネーベージーベン、4度目のネーベージーベンだったんですけどもね。こうやって鹿ちゃんがうろうろしてて、そしてクマちゃんもうろうろしてて、ブタちゃんもいるし、ウサギちゃんもいるし、自然がね、かなり近いところにある。それもまた一つ魅力なんだと思います、ネーベージーベンの。そしてこのプレーンズ地域は平野なんでね、まあちょっとどことなく私のふるさと埼玉を思い起こすような、そんなね風景でもあるんですけれども、野生動物が見やすいですよね、平野だと。このような感じで、結構いますね。まああれだけグリズリーがいるということは、捕食される側もねそれなりの数がいないとやはりダメなのかなと思います。さて10日目ですよ過去最長滞在になったんですかね。まあそれもこれも、まあハイスクールの問題、不良グループの一件ですね。あれに巻き込まれたことが全てですかね。私力及ばず解決するには至らなかったんですけれども、まあ仕方がないです、自分なりにやったんで。まああとはあの先生も死に際に、謎の東洋人に全てを託していくっていうのは卑怯ですよ。あれもう卑怯です。まあ安請け合いしなければよかったなぁとは思うんですけどもね、予定よりも長引いてしまったので。ただまあこの野生のねグリズリーの問題とか、校内暴力の問題とか、あと治安の悪化ですね。ネベージーベン、アメリカのこの闇の部分というのを今回の旅いろいろと知ることができたので、まあ観光動画だったらね、もっとこう楽しいところばっか映せばいいじゃないっていうのはあると思うんですけども、私の動画は基本的にそういうね、あんまり見ちゃいけないところも撮っていこうかなと思ってたので、まあ良かったんじゃないですかね。こういう部分もありますよ、明るい部分もあれば暗い部分もあるんですよ。はい、まだね夜が更ける前なんですけれども、私このまま徒歩で国道73号線ですか、アリゾナのフェニックス空港に、向かいたいなと思います。暗くなる前にね、ということで、四季折々の旅シーズン4、プレーンズ地域編、ご視聴並びにコメントありがとうございました。またねシーズン5やると思いますので、その際にはよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。帰りましょう。I sing it again.